くの危険が潜むこの砂の海底に安住の地を見出したものなのです。トウアタクマノミです。これが彼らの大本部、触手に毒を持つイソギンチャクです。クマノミは特殊な粘液を持っているため刺されません。イソギンチャクを住みかにすれば敵ここはエジプトの方。荒涼とした砂漠とは対照的に、海の中には